ルフィたちがアイスバーグの部屋に飛び込むと、そこにはロビンとガレーラカンパニーで働く職長秘書らが待ち受けていた。彼らの正体は古代兵器の情報を探る政府直下組織 CP9 サイファーポールナンバーナインの諜報部員たちだったのである。ルフィとゾロはロビンを奪い返そうと挑みかかるが敗退。火が放たれた社屋からかろうじて脱出したナミはチョッパーによって救出されたアイスバーグの口からロビンが本気で仲間を裏切ったのではないことを知るのだ。一方、ガレーラカンパニー本社から姿を消した CP9 はアイスバーグから古代兵器の設計図を託されたと思われる男を捕らえていた。その男の名はフランキー。かつて伝説の船大工の下でアイスバーグと共に造船を学び、世界政府に反抗して死んだはずの男である。ロビンとフランキー、古代兵器復活の鍵を握る二人を捕らえた CP9 の諜報員たちは司令長官スパンダムが待つ司法の島エニエスロビーを目指しウォーターセブンを後にする。事の真相を知った麦わらの一味はロビン奪還を誓い合うと、突如現れた謎の仮面戦士狙撃兵と共に海軍ひしめくエニエスロビーへと乗り込んでいくのだった。話はニコ・ロビンのことだ。何か知ってるの？俺の知ってることを全て話そう。人を傷つける者に必ずしも悪意があるとは限らない。歴史を知りたい。ただの興味が世界を滅ぼす結果を招くなら、今お前はここで死ぬべきだ、ニコ・ロビン。あなたが何を知ってるのよ。世界政府の手で私の人生がどれほど狂わされたのかもしれないで。それほど嫌う政府にじゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願いがあるから。私が今まで20年どんな状況でも逃げ延びてこられた。守るものがなかった。人を裏切り盾にできたから。で、今の私には本当にそれができない。一度捨てた命も失った心も途絶えた夢もみんな救い上げてくれる。こんな私を信じてくれる仲間ができた。じゃあお前の願いってのは。私を除く麦わらの一味の6人無事にこの島を出港すること。そのためなら世界がどうなろうと構われってのか。構わない。こともあろうに全世界に生きる全ての人間の命より、あの女はお前たち6人の命を選んだ。私たちのため。私たちを裏切ったんじゃないんだ。早くみんなを集めて知らせなきゃ。待て、麦わらたちもやられちまって今さら何をしようってんだ。今さらですって。今からよ。これからロビンを奪い返すのよ。迷えば誰でも弱くなるもの。助けていいんだと分かった時のあいつらの強さに限度なんてないんだから。ぶっ飛ばしてやる。夜くん、頼むもん、俺
Let's go.
私はもうあなたたちの顔も見たくないのに、どうして助けに来たりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう死にたいのよ。死にてえ、何言ってんだお前。俺たちもうここまで来ちまったから、とにかく助ける、頼むからよロビン。死ぬとかなんとか何言っても構わねえからよ。そういうことはお前、俺たちのそばで言え。あとは俺たちに任せろ。このタコ海賊だ。生きがったところで何も変わらねえと思い知るわ。俺にバスターコールをかける権限が。やめて、それだけは。バスターコールをかければこの NS ロビーと一緒にあなたたちも消し飛ぶわよ。何言ってんだてめえは。20年前私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせた、たった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。これが永遠に続けば、あなたたちだっていつか重荷に思う。いつか私を裏切って捨てるに決まってる。それが一番怖いの。だから助けに来てほしくもなかった。いつか落とす命なら、私は今ここで死にたい。じゃあなるほどな、まさに正論だ。そりゃそうだ。お前を抱えて邪魔だと思わねえバカはいねえよ。あのバッジを見ろ海賊ども。あのマークは4つの海、グランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。立てつく、お前らがどれほどちっぽけな存在だとは。この女がどれほど巨大な組織に追われてきたか分かったか。ロビンの敵はよく分かった。狙撃キング、ん、あの旗打ち抜け。了解。殺つ、政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。そうてはいけないことだと思って、誰もそれを許してくれなかった。もしもっと少しだけ望みを言ってみる。私は